はい、どうもルールカーです。パズドラ実況やっていきます。水パーでいろんな降臨だったりダンジョンに挑んでるところなんですけども、ヘイムダル降臨来ております。ここは一回ね、クリアしました。覚醒イズイズとリューネでクリアしました。結構いけました。で、今回、もう一回、超地獄挑んでいこうと思ってるんですけども、このパーティーで、ちょっと挑んでいきたいな、と思っております。氷河。セイントセイヤの氷河ですね。で、セイントセイヤの氷河。スキル上げはね、ダンジョンでも来ないので、これはね、共食いでね、あげたっていうところですね。で、オーディン。ちょっとここもね、早くあげないといけないですよね。結構水パでは重要なんですよね。やっぱり、水ドロップの攻撃力効果。で、今度、月曜日から、パズバとコラボ来るんで、ヨウのスキルマ、ちょっと目指そうと思います。で、ヨウですね。ヨウはカイゼルディープフリート。まあ、ここはなんで、あえて、用を入れてるかっていうと、バランスだからなんですよね。氷河が、2ターンの間、バランスタイプの攻撃を2倍にできるっていうところでね。で、神を。これは、ドロップモンスターです。セイントセイヤコラボのドロップモンスター。で、ダブル攻撃耐性なんですよ。スキルが優秀なんで、まあ、ヘルメスのが全然強いんですけど、星4なんでね。でも、ここもまだスキル上げきってないんですけど、でも、ここもバランスってことで、攻撃力2倍になれば、ヘルメスよりは、強くなるかな、ということで、ドロップ強化もついてるんで、あと封印耐性もついてるんですよ。だからなかなか優秀かな、と。封印耐性、1、2、2個しかないんですけどね。で、フラット、ヘンリルナイト、カムイ。タマドラ足りないんですけどもね。ここもバランスと、あと、ドロップ変化ですね。だから結構ね、水ドロップにこう変換できる要素が強いパーティーになっております。なので、意外とね、いろんなダンジョンいけるっていう、耐久もできるんですよ。氷河が水属性バランスタイプのヒットポイント 1.5 倍。で、攻撃力 2.5 倍。で、大体リューネを選ぶ。もしくはラクシュミーですね。で、さらに、ヒットポイント2倍と、攻撃力 2.5 倍。で、スキル使用時、水属性の攻撃力は少し上昇というところで、火力もあるし、ヒットポイントもある。ただ、難点があるとすれば、回復力がちょっと弱いかなと。ある方かな。フレンドが297なんでね。ちょっと氷河の、297とかも、ちょっと目指して、この神の297を目指して、ちょっとやっていきたいなと思ってます。はい。じゃあ早速、挑戦する。あ、いけない。この辺が遅くなっちゃったな。これを厳しいな。あー、ギリギリ倒した。あー、ちょっと耐えるしかねえな。
あーやべ、回復できなかった。ちょっとやばいな。よっマジかい。バインド対策ないのがきついのかな。回復ドロップが落ちてこない。回復しながらやるしかねえからな。まあ、信じる。よし。ここでダイヤモンドダスト入れて。よし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 。オッケー。通るか。回復力ないのがやっぱりちょっと痛いかもしれないな。ダメージの方が圧倒的に大きいもんな。ああ。おー、勝ってめちゃめちゃ硬えな、このトール。これ勝てないんじゃね。ないんじゃないかな。
あ、やべえ。あ、よかった。無理だろうこれ。生き残った。よっしゃ行くぜ、アビスダークリングで。ダブル攻撃耐性。頼む、抜いてくれ。おっしゃただもうもういろいろやり尽くしちゃった感があるんだけど。いいとこまで行ったんですけどね。プラスかな。はい、というわけで氷河パでのヘイムダル降臨チャレンジでした。ご視聴どうもありがとうございました。プラス3、プラスをね、もっと頑張って振って、強くして、挑んでいきたいなと思います。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。ルールカのゲーム実況チャンネル、最後までご視聴どうもありがとうございました。はい。ルールカのゲーム実況チャンネルでは、チャンネル登録を推奨しております。最新情報だったりとか、更新情報、チャンネル登録していただければ届きますので、ぜひ、チャンネル登録いただければなと思います。もう一つのメリットといたしましては、私、ルールカのモチベーションが上げ上げになって、動画の更新頻度が上がるかもしれないです。はい。あとですね、動画に関連する、ブログを、更新しております。動画の概要欄から、リンクで飛べるので、ぜひ、ご覧ください。では、それではまた、次のチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。